先行はあれですね、誰が先行するか分かんない感じですね。一応新人なんで、あの、はい、あの先行する気はあるみたいです。あのただ組み立て的にちょっとなかなか、あ、なるほどね、はい、バックは取れてないだけで。で、あ、まくりなんですね。まあ、そうですね、まあ、でも緩んだら多分一周ぐらい平気でいっちゃうと思いますけど、ね、うん、あ、南関が石岡さんに山崎さん、戦略的にはもう、まあ、ダイモンが予選の今5連勝で、そうそうね、うん、で逃げてるし、まあ、南関の3番で行くんだったら行きたいなっていうふうな、まあ、いいとこにはいるかもしれないですよね。そうですね、まあ、結構普段絡みもあるんだよ、岡田君、うん、でそのじゃあ岡田君3番手、はい、はい、お菓子の中に中3番手、そうですね、はい、すみません、よろしくお願いします。先日からミットばっかりです。4連続です。4連続。しかも、見たんですか、追加なしで制圧戦の4番手。そうなんですよ、はい。あります、こんなの過去。いや、ないです。今すごいですね、なんか。正直、体的にはどうなんですか、ミット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 。いや、きついです。きついです。もう、なんか精神的にちょっとあの負担が大きいですね、ミット。普通回数が欲しいですこの後はあのモーニングです、モーニング、ね、そうなんです、ミット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 モーニング外国行ってるようなもんですね、時差の本当なんか昼間の開催が恋しいですねこれ生活パターンとして、まあ、競争するんで、はい、まあ、ご飯、あ、先にご飯食べるのか、今ご飯、晩ご飯先食べます、ですよね、はい、今日座って、風呂入って、寝るとなるともう2時ぐらい、3時とか、2時、3時になっちゃう、普通になりますね、で、うん、結構早めに起きられるんですか。いや、もうミットの時はもう早めに起きちゃうと1日長いんで、はい、なるべく遅くまで寝るようにしてます。 10時とか、そうですね、11時ぐらいまでは寝たらですけどね、やっぱ目が覚めちゃうので。ですよね、覚めますよね食堂って何時まで使えるんですか、食堂夜とか。夜は1時まで、1時まで、はい、1時間使用、はい、もうちょっと長い方が調整はしやすいですか。そうですね、いやー、もう時間帯が時間帯なんでね、あんまり遅くても、朝食はもう遅くまで寝てるときは取らない、そうですね、取っちゃうと自分はちょっとあの1日の組み立てが長くなってちょっときつい、ね、じゃあもう11時半ぐらいに朝食と昼飯、そうですね、兼用みたいな感じですかね、まあ、たまに目が覚めてお腹空いたときは朝飯取りますけど、流れの中で、それが4場所連続続いてあと思ったらすぐモーニングで、そうですね、モーニングとかやったらもう5時前ぐらいから起きて、まあ、アップ体を動かさないといけないと5時前から、はい